楽天ブックスからなんか届いたんで、開封していきます。で、最初びっくりしたのは、これ、あの、黒の奇跡クリムゾンシーン ?2?2? ってやつを購入してて、こっちが、でも発売日違ったよなって。なんだろうこれと思って。で、実際ここに書いたんだけど、9月29日って。書いたってすごいびっくりしたんだけど、なんか、楽天ブックスの、なんていうのパッケージ。パッケージ。なぜかこんな箱になってるって。びっくりした。びっくりした。なんだ。いや、でも確実に書いてあるじゃん、みたいな。おかしいじゃん、みたいな。でも違うものが来たみたい。ただこれで来た。なんで?どこ?で、今回購入したのは、こちらの商品になります。こちらはプレイステーション5用の、これ郊外な。ん?なんだっけこれ。ラスト?ザ・ラスト・オブ・アス・パート1。なんだっけ。プレイステーション4かなの、なんだろう、移植?リメイクじゃなかったような気がするな。移植だと思う。4だったと思う。のやつです。のプレイステーション5版、うん。で、早期購入特典としてボーナスサプリメントとボーナス部品のプロダクトがついてるのかな。ちょうど1年後の2024年9月2日までです。です。で、こんな感じのなんだっけ。アクションかな。なのかな。バイオ系なのかな。フルリメイクだって。あ、リメイクらしいです。で、移植ではないってことだね。そう、リメイクなのね。ザ・ラスト・オブ・アス・シングルプレイ用ストーリー本編と追加エピソード、レフト・ビハインド、残されたものを収録してる。やつです。やつです。やつです。それよくちょっと分かってないんで。毎回ゲームのために説明するんだけど、何の知識も得ないんで、チンパの場合。そうすると面白くなくなっちゃうんで、チンパ的には。知識とか何か得ちゃうと。真っさらな状態で買っちゃうんで、これだと思う。っていう感じです。で、気になる容量は結構食います。77ギガ?でも、すげえ食うよね。結構食う。まあ、これ2本みたいなやつ。ああ、そうだ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 。で、振動機能とかには対応してます。ソニーのやつ。そう。やつです。で、多分アクションってかなんだろうな、全く違う、全くっていうか、そういう系統ではないのか、そういう系統なのかわかんないけど、バイオ系統のアクションなのかな。なんか、撃つみたいな。撃っていくみたいな感じなのかなっていうゲームなのかもし、な、だと思う。多分妄想でしょ。もう妄想。何も知らない。何も知らないから。でも多分なんかアクションっていうかそういう系統だと、なんか、だと思う。多分。と思って購入したと。そう。っていう感じで、じゃあ今回紹介させていただいたのは、ザ・ラスト・オブ・アス・パート1です。のフルリメイクだっけ?フルリメイク版です。です。じゃあ以上です。